はい、どうも、いたちです。今回はですね、先日行われたレノファ山口対ツーエーゲン金沢の試合を分析したので、そちらについて話していこうと思います。まずですね、結果としてはレノファが1対3で敗戦となってしまったのですが、じゃあなぜ金沢がですね、有利に試合を運べたのかっていうところについて話していこうと思います。まずは基本布陣ですね。はい、こちらです。金沢はこの 4-4-2 の形で、ビルドアップの時は可変はほぼなしで、サイドハーフの島津選手と久保田選手が中に絞って、サイドバックの選手が高い位置取るみたいな形が多かったと思います。でですね、たまに藤村選手がボランチのところからサイドバックが上がったところにですね、こうやって降りるような形があったんですけど、ここら辺はレノファがですね、そこまで厳しくプレスをかけてなかったので、そういう場面が少なかったです。対してですね、レノファはヘナもしくはコウが降りて3バックを作り、相手の2トップに対して数的優位を作ると、こういう形ですね。もしくはこういう形で、これに対して金沢は2トッププラスボランチの選手、下川選手か藤村選手ではめに来るんで、それによって空いたスペース、藤村選手か下川選手が出たら、この藤村選手の脇が空きますよね。その部分に有利がうまく受けようとするシーンが多く見られたと思います。でですね、両サイドバックが高い位置取るんですけど、田中選手がですね、やはり高い位置を取るのが苦手なんだろうなって思ったシーンが多くて、右のワイドの位置が人がいないみたいなシーンがよく ありました。あとですね、森選手がハーフスペースでのボールを引き出す位置だったり、受け方が悪くて、でこのやり方だったら結局サイドバックが上がるため、サイドハーフの選手が絞らないといけないんですよね。なのでそこでの受け方っていう部分で悪い部分が多く出るような形になってしまっていたのかなと。逆にですね、森選手の良さである縦の突破力とか、そこからのクロスだったりとかは、カウンター時にしか出てなくて、遅攻の時にサイドで張った状態でサイドチェンジをうまく受けて、そこから行くみたいな、そこから縦に突破するみたいなシーンは少なかったんじゃないかなと思います。あとはですね、レノファの守備に関して、こちらですね、やはりウイングの高井選手と森選手の強度が甘くて、ちょっとですね、絞りが甘かったり、そういう部分でボランチに負担が大きくなっちゃってるのかなと。でハイプレスはあまりかけてませんでした。これに関してはですね、井売選手と池上選手がプレスのかけ方がうまくないんですよ。コースを切りながらプレスをかけに行けないっていう部分があったんで、そこで簡単に前に進まれないようにしたんだと思うんですけど、これによってですね、レノファの守備の時間が増えるのは当たり前ですよね。そこで自分たちがボール保持の時にですね、長く持てる形を考える必要があるなと思いました。これはずっと言っていることなんですけどね。でですね、この試合でも多く見られたヘリキの無理なパスからボールを失うシーンだったり、単純なキックの精度の低さ、こうやっていうのは明らかにボール保持をする上で足を引っ張る部分になっていますし、さらにですね、真鍋選手も試合ごとに調子の波が結構出やすくて、この日キックの精度いいけど、この日キックの精度悪いなみたいな、この日ボールの付けどころいいけど、この日ボールの付けどころ悪いなみたいな、そういうことが多くて、毎試合ね、高いパフォーマンスをちゃんと、発揮できてないなと思います。でですね、ヘナは短いパスとかですね、そういうところはくさびのパスとかを入れるところで、付けどころはね、めちゃめちゃいいんですよ。なんでここからですね、ボランチの部分からセンターバックの横に置いていくやり方をしてると思うんですけど、ここからですね、ロングキックの精度があんまり良くないんですね。ヘナン選手、ロングキックのイメージあんまないですよね。多分ですね、自分のキックの精度が良くないっていうのを分かってて、あんまり出してないんだと思います。でですね、結構前の試合、ちょっと何の試合かは忘れたんですけど、ロングキックの精度がですね、悪くて、そこで相手にパスカットされるみたいなシーンがあったんで、そこは自分でも把握してるんだろうなと思います。でこれによってアタッキングパスは出せないですよね。でですね、このようにですね、最終ラインでボールを展開できる選手が少ないんで、前に前線にですね、小松選手が入って動き出しが増えます、ユーリ選手よりも。でもそこに出せないんで、結局ですね、動いた意味がなくなってしまうみたいな、そういうことが多かったです。でですね、改善策としてヘニキを1列上げて、ボランチもしくはインサイドハーフ 4-1-2-3 みたいな、そんな形のインサイドハーフにおいて、センターバックはですね、楠本とヘナンでいいんじゃないかなと思います。
楠本はですね、パスのつけどころとキックの精度がいいので、ずっとベンチで不遇の扱いされる選手ではないなと個人的には思っていますね。で、失点シーンはですね、金沢の加藤選手の素晴らしい動き出し、真鍋選手の背後から四角から斜めに抜け出す動きっていうのがあって、まあ、そこはちょっと仕方ないなみたいなシーンがあって、まあパスの出し手にね、もうちょっとプレッシャーかけれればみたいなところもあったんですけど、まあ、そこは置いといて加藤選手の走り出しが良かったなというシーンが多かったです。その他にもですね、レノファがお手本にできるプレーがたくさん ありましたので、これをですね、チャンスと捉えて生かしてほしいんですけども、まあ、それもできないんだろうなっていう不信感が他のサポーターの方の意見を見ても勝ってしまっているっていう状態が事実なので、まあ、とうとうレノファも来るとこまで来てしまったかなという感じです。結局ですね、自分たちでボールを支配する方法が選手の特徴と合わせて練られていないですし、まあ、それで守備に徹するにもそこをディティール詰めて厳しくやってないっていう点で、まあ、有利に試合を運ばれてしまったっていうのがこの試合を分ける大きなポイントになってしまったんだなと思います。でですね、下田監督を残すのか切るのか、まあ、決断の時が刻々と迫っていると思うんで、次の試合は一番重要な試合になると思います。レノファがこのまま負け続けないために、下田監督は個人的にはもう解任かな、潮時かなと思うんですけど、だからといって負けていいわけじゃない。このまま負け続けないために、今こそ我々サポーターが全力で応援していくべきなのかなと思いました。というわけで、いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録、そしてですね、何か意見などあれば、ね、コメントもよろしくお願いします。で、概要欄の方に Twitter の URL も貼っておきますので、そちらの Twitter の方ではね、もうちょっと深い話とか、まあ、いろいろな話をしているので、そちらの方もフォローお願いします。というわけで、イタチでした。